はい、どうも、赤です。今日もお送りするまったりマインクラフト、前回に引き続き撮影日は4月26日となっております。そして、下の水流を消し、小麦を人参に変えて取引アイテムの準備なんですが、小麦次第ということで一旦お使いハウスの方に戻りたいと思います。クドロカスター、お使いハウスの方に戻ればね、小麦が少なからずできているので、多からず少なからずできているので、その小麦の方、いただきまして、そうすればね、前回集めたので43個、今回のと合わせれば63個いくんではないかという予想されるのでね、まずはそこはまずいな。パスタ中入っとこうぜ。パスタそこはまずいから中入っとこうぜ。ちゃんと中入って、ちゃんと中入れて、それ。はい、とりあえず植えてからね、植えてから取る。全部きれいに育ってから取りたかったな。全部スパーッつってね、ハサミで取ったらどうなんだろう。この形状のまま残ったりするのかな。それはそれで気持ち悪い。いや、気持ち悪いかね。ここ水のところガラスを置く、ガラスブロック縦にその方がいいような気もするんだよな。一旦落ちてもう一回登るときのあのジャンプ、そのジャンプなら別に大丈夫なんだけど、なんとなく嫌な感じ。消えるんじゃないかって。あ、こんないらなかった。むしろもう一畑分ぐらい作れるようなんじゃねえか、これ。もっと早くに見つければよかったな。まあいいさ。いずれね、この種たち、役に立つ日が、近々来るからね。ニワトリ小屋。それではこの大きくなって、立派に育ったやつらを、刈り取って小麦を集めていこうと。ちゃんとね、育ったやつのみを取って、こう、厳選して取っていこう。うん、大丈夫。今はちょっと腐りかけてたから、虫がついてたから。虫がついてたから取った。そうじゃなくてね、虫がついてたから。見極めていかないと。他のね、こんだけあると1個病気かかっちゃうと全部病気になっちゃうからね。それ見極めていこう。こういう取り方するのあんま好きじゃないんだよ。ずっとそういう風な伸び方になっちゃうから。はい、伸びがいいとこと悪いところがあるのは、やっぱり水が行き渡っているかどうかなのかもしれないね。ちゃんと行き渡ってはいるけど、土の色的にはね、色的にはいってるだけであってダメかもしれないね。まあ、いいでしょう。まあ、片方取ってる間にもう片方が伸びるね。これ植えるのめんどくせえな。この取り方だと。こうやっていけばね、ちゃんと一列ずついける。ムラなく。こうやって、ほら、取り逃して。はい、はいはい、はいはい。はいはい、ちょっと酔うと思うんでね、ちょっと画面見ないでください。いや、俺がもう一回いるわ。この方がいいね。これでも酔いそうだな、まだ。かろうじて酔いそう。こう進めばいいのか。そこだとさ、植えたり植えてなかったりするからさ。はい、おっと。あれ、案外種が、いや、足らないはずはないんだ。取った場合出るはずだ。どんどん増えていくんだ。今度、小麦を、こう 4×4 で作って、出た種の分だけ広げてっていう風にやって、どんどん広げていくっていうのと、取っては広げ取っては広げ的なと、すごく面白くない？やらないよそんなの。いや、こっからやって多分ね、最終的にね、あのあっちのリスポーン地点まで行っちゃう的なね、そういう。とりあえず
準備借りてだけど取引アイテム準備完了というわけで続きまして行くぞ。かさ仮設住宅の方の建築に取り掛かりたいと思います。一旦すまん。村人大作戦概要ということで、ゴーレムに対応しろへついていく、完了。1完了。2隔離部屋の整備完了。3隔離部屋整備、ラブラブ部屋、ラブホテルの整備完了。4村人との取引が必要なアイテムを用意する、ただいま完了しました。5村人に犯人分けて各部屋へ移動。5、6完了ということで、次仮設ハウスの建築、それが終われば準備完了。その後あれそれそれちゃんと手順があるんで、5村人を分けて6移動させて7仮設ハウスを作って準備完了になるわけですけど、その後村人に食料を投げつける。1人当たりパン6個、人参12個、じゃがいも12個ずつ投げつける。ちょっと見えてなかったから大丈夫かな。パン6、人参12、じゃがいも12。じゃがいもに関しての調達を一切していなかった。じゃがいも、ないんじゃないか。一人当たりだから、ちょっと待って。パンの準備してねえや。パンの準備してないや。それは食料。調達、取引アイテム準備に入るのかな。それはだとしたら、私は今からパンを作り、じゃがいもを取りっていう作業に移ろう。間違いなくやっていこう。どっか配らなくちゃいけないんだから。仮設ハウスを作った後、食料を配給しなくちゃいけないんだ。そこにあまり間があってはいけない気がする。前回それで大量に増えてしまった。大量といっても2人だけだよね。しまった、この畑にはジャガイモ植えていない。なんてこったい。少しでも多くの小麦を取り、まず手持ちに2スタックあるからね。余った小麦でジャガイモパンを止まったけど、余った小麦でパンが作れない。入ってないか。じゃがいも卵だらけ。じゃがいもは入っていないもの。大変だ、じゃがいもが入っていない。よし、王国に行こう。王国行く前に行けないじゃないか。だって王国行ってからにしよう。王国にベッドあったっけ、なかった、なかった。カスターがいれば俺を知る。駆け抜けるカスター。オーイエー。断固で待って、いや落ちそうで怖いな。待って、そっちを行く。お前はし、ダメだ、しまっとかないと落ちる。また不安要素を消していこう。これで小麦になってたら受けるんだけど、そんな早くねえか。じゃあ大丈夫、植えて。人参と小麦に関してはかなりの調達量が期待できるんだけど、じゃがいもに関しての調達量が信頼できる場所が一個もないんだ。村か、家帰るか。自宅じゃなくてデパートだ。デパートの方に行って、あそこの中にじゃがいもいっぱい入ってたから、人参じゃなくてあそこじゃがいも強かったかな。村のあのお使いハウス横ミスったかな。飛べ、オッケー。飛べカスト、セー、ごめんカスター、おやすみ。おはようございます。今日もいい天気だ。じゃがいもの方を取っていこう。あー、おいじゃがいも手に入ったぞ。人参はおよそ村人があそこで勝手に取ったり植えたりを繰り返してくれるから、
入れなくてもいいんじゃないかっていう、そういう、そういうのもある、正直。お前ら撮ってんだからいいだろうと、お前らそこで撮ってんだからいいだろうっていう、そういう甘い考え。とりあえず人参はいいと。小麦と人参のセットで大体植えてるなんて、この昔も、まあ動物に餌をあげるメインで作ってるからね、大体のところか。なんだかんだ言ってね、動物メインだからね、どこの畑も。そう、あそこもそうでしょ。あの中とこの中だけでじゃがいも植えてあるの。だからこの中にはないんだよ。じゃがいも畑作ろう。じゃがいも畑作ろう、これ。ないってないもんだって。じゃがいも畑作ろうか、ちょっと。これはダメだ。いや、俺はこの状態でスタートしたくないんだ。確かに2スタック分の小麦がある。取引はできる。だけど食料を村人たちに与えていかなくてはいけない。そしてちょいちょい移動中に俺は殴ってしまっているから、その分の回復を含めアイテムをあげなくてはいけない気がするんだ。だから作ろう、じゃがいも畑を。どこかに、どこかに、じゃがいも畑をどこかに、ここに作っちゃうのが一番手っ取り早いかな。送れば全部の食材がっていう、そういうにしちゃってもいいような気もするけど、やっぱ水回りはって言いたいところだけど、水回りじゃなくても別に伸びてるな。水回りは育ちが早いのかと思いきやそうでもない。水回りだからっていうわけではなさそうだ。にしても人参は種からできるんだけどね。じゃがいもはまあなんか灰につけてから土に植えると伸びるけど。オッケー、分かった。こっから右じゃがいもにしよう。長いな、道のり。でも一人当たりにじゃがいも16個ずつあげなくちゃ、だから足んないんだよね、じゃがいもの量は明らか。あれ、俺デパート行った？俺デパートで取ってきた、これじゃがいも取ってきてないんじゃない、これっていうぐらいの量しか持ってないから、これ育つの待つ。まあ、それ待てばね、パンもね、だいぶ小麦が伸びてくればパンも作れるから、あそこに植えて、あそこで伸ばしつつ、ちょっと別の場所に畑作ろうか。じゃがいも、あ、じゃがいも入ってるんじゃないか、これ入ってた。じゃがいもミスったか、これミスったかな。まあ、後々の考え、後のことか、後々のことは調べなかった、全然。後々のことを考えると絶対必要になってくる。1人当たり16個でしょ、だって普通に考えれば最低で40個必要ってことでしょ。ごめん、40、12、そういう計算できない。24×2、48、48、うん、あったわ、多分あったわ、48個多分48個あるわ、これ多分つやつや10、20、30、40、50、あった、あったわ。いやしょうがない。これ先に仮設発立てちゃっていいのかな。この間だって手順を間違えて仮設ハウスを建てちゃったけど、それでもなおさ、それでなお生まれたからね、キャッツラ。どうしたもんか。カスター、カスター、あ、上か。この干し草小麦に戻せないから、相当量あるんだけど。いや、戻さないよ、それは。それは戻さない。それはあれはだってカスターたちの寝床だから、それはもうかわいそうだから。むしろ寝床に使ってた小麦を村人に渡すという、そういう判断もおかしいし、それでパンをこねるのもなんか嫌だ俺が嫌だ。まあ、あの、とりあえずあの、俺の食べ物がステーキ3個しかなくなってしまったんで、まあ、冷蔵庫長ければムートンが入ってる。
確か羊肉と確かいろいろ入ってた気がするけど、OK、あの入れ方なかなかいいよね。とりあえずここもだいぶ増えたな。入ってないか、入ってないな。よし、かまわない。なんで出てるんだ。あ、この間の小鳥か。さあ皆さん、お待ちかねのやつの時間がやってきた。始めて集合。ちょっと待ってね、ちょっと待って、何が起きてる。男性理想、ここちょっと歩いただけで卵が持てねえんだ。その発想はなかったよ。小麦じゃない、骨粉使えないか。入れとこう、とりあえず入れとこう、とりあえず入れとこうか。とりあえず入れとこうか。ここやべえぞ。今集めた分の卵がこうなっております。それをさらに繁殖しようとしてる俺。見てください、右下の56、55、52、右ボタンなし、マウスの右ボタンを押しっぱなしにするだけで、見てください、この減り方。見て、この減り方。この激スピード。おっと、なぜ。見て。64個は終わった。まだ減る。まだ行く。まだ行く。この小麦の種の数で、この中にいる鳥の数が把握できそうだ。できればね、上の鳥の数じゃなくて、右下の小麦の種の減る数を見てください。じゃないと、言おうと思います、これは。さあ、どうだ。さあ、まだ減ってる。まだ減る。すげえな。まだ減ってる。嘘。こうやってあげよう。土かかしかないな。あれ、シフト押してた。あ、右ボタン押しちゃってるからダメか。あ、小鳥にあげてるのか。くそ、騙された。というわけで、いただいた卵、すべて、もらっていこうと思うんですけど、とりあえずいいかな。はい、あいつらは今からそこの穴の中に集合していきます。鳥の生態系をしばらくご覧ください。さあ、お分かりいただけるでしょうか。僕が先ほど開けたあそこに穴を開けたんですけど、見てください、まるで掃除機のように鳥たちがあそこにどんどん落ちていく。分かりやすくしよう。はあ、壊れちまった。しゃべれ。さあ見てください、どんどん鳥たちがこの穴に集まっていく。どんどん集まる鳥たち、どんどん落ちていく。そして彼らは入ったら出てこようとしない。さらにこれを加速させてみたいと思います。ただいま実験中でございます。鳥をね、増えすぎた鳥をちょっと片付け、そこに一応いないか、逃げた。さあこうやってちょっとずれては移動して、というふうに繰り返すだけで、なんとこの鳥たち見事に僕が今作ったこの穴の中にどんどん落ちていくと。生き残りはこれだけ。そして入ったが最後出てこない。
爆薬仕掛けて一気に行きたいな、これ。そういう風なね、危険な考えを持つ方もいらっしゃると思いますよね。ぜひやってください。俺はやらない。俺は自分の手を切らさない。俺はね、そういうことは そんなね、残酷なことはできないんでね。このやり方おすすめでございます。大量に増えた鳥たちを一斉にこうね、刈り取る。まさに刈り取る。これ小鳥だな。最後手にかけたの小鳥だな。これよし、ご覧ください。この羽の量、34枚だと。まだ行きますよ。まだ行く。今度行こう、どんどん行こう。これがね、恐るべき地下で送ったこの悲劇。悲劇と言っていいでしょう。これは。残忍極まりない。殺人鬼もびっくりのこの作業。サイコパスな人気を。小鳥をやるわけはね、特にないんですけど、やる必要ないんですよ、小鳥を。小鳥を手にかける必要はないんだ。ただ小鳥というのはね、親の後についていく、ね、その親を始末してしまったために、この小鳥たちは親を失ってしまった。生きていく術を持たない。だからといって殺すわけにいかない。ちょっと心が痛んだわ、最終的に。小鳥ファイヤー、小鳥ファイヤー。よし、それじゃあ、ちょっとそう、入ってて、そこいい、入ってて。また今度来るから。こいつらの移動方法は単純、こう高速電気穴から出すことができる。そして親鳥を殺す。で、この小鳥たちは安心を求めて穴に入っていくはず。入らない。鍵が始まった。鍵始まった。そして集めたね、卵がある程度集まってきたらね、こうやって卵を投げていけばまた増えていくんで、ね、今度はこいつらが大人になったらまた殺すと。で、小麦の種をあげると。その頃ね、2回で1セット。最初小麦で増やします。で、その後は、卵で増やす。で、今度卵で増やした後で、また来る頃には小麦の種がまた溜まってるんで。 OK、 あいつまで。はいはい、ごめんね、ごめんね、ごめんね。その世界が恋しいか。はい、逃げた。はい、これで、大量の羽、そしてお肉をゲットして、その対象として剣を一本折ってしまった。はい、一旦寝ます。はい、おやすみ。おはようございます。プレゼントフォーユー。よし、どこ行こうか。一旦お使いハウス戻ろうか。カスター、カスターどうした？今度カスターとブルザイ、違う、ゴンタだ。そういえばブルザイっていう馬いたよね。ブルザイ、あ、そっか、ブルザイは過去にジャングルの池の中で死んでしまったんだ。かわいそうに。なんかもう村人取りに行くとか欲しがんねえかな。いや、欲しがるはず。そうだ、よく考えた、よくよく考えたらそうだ、欲しがるやつもいるんだ。確かチェストに入れておくべきものっていうのがあって、あ、ごめんなさい。4か、4だからこれじゃないね。チェストに入れるもの、最低限用意する。村人の配りを投与して、小麦3個を8個、パン6個を8個、人参12個8個、のじゃがいも12個を8個。8個？8個？
村人4人しかいないよ。村人っていうか入れといてる、知ってる、入れといてる人。あ、最終的に8人する予定、もしくは2回分か。ふんふん。すいません、あのお酒のつまみでホルモン買ってきたんで、スタミナを、スタミナをつけないとね。小麦3スタック、人参57個、じゃがいも57個、かぼちゃ39個、皮36個、生豚肉、生鶏肉54個。まあそこをああいうふうに利用すれば、このように鶏肉をくれても集まるのでね。皆さんもね、まあ初心者ごときの動画で何を得るんだっていう話だけど、何も得れないわ、そんなんも知ってるわっていう話かもしれないですけどね。この卵もね、前回行った時にはそこで集めてきた卵なんでね、まあ、あのいつも俺の動画をサポートしてくれている量もね、この動画を見て鳥がああいう風にあそこに収まる習性があるっていうのを初めて知ったということだったので、ね、もしかしたら中にはこの動画を見て知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうかと。まあ、今後いやいやお力になれたら。よろしかったらね、試してみてください。とてもね、効率が良く、かつストレスフリー、むしろストレス解消にもなりますので、ね、お試しください、ね、食べ物に困った時、また村人の取引にね、鶏肉が必要だと、大量に必要だという時、卵が大量に必要だという時、ぜひぜひお使いください。きっと皆様のお役に立てると、鳥たちもね、きっとあなたのお役に立てると立ってくれると思います。鳥をね、結構そんな力入れて俺は育てる気はなかった。まさかここまでの力を持ってるとは思わなかった。正直火打ち石の方が足らなくなるなんて思わなかった、羽よりね。だ、砂利をさ、取れば火打ち石なんていくらでも手に入るイメージで、鳥の羽なんてそんな手に入んないんじゃないかっていうふうに俺は思っていたんですね。その考えが浅はかだった。全然逆、鳥の羽の入手しやすさ。そしてごめんなさい、ちょっと小麦使います。牛を増やすことによっていずれ皮が必要になってきた時に役に立ってくれると。で、生豚肉が必要になってくるので、こいつらも増やしておきたい。こいつら出れるんだな、こっから出れるんだな、これ普通にそっから出れるんだ。増やして減らせ、やめろやめろ、あやってんだお前。うん、とりあえずじゃがいも待ちなんでね、じゃがいも待ちという状況になってしまったんで、鳥を狩り殺して時間を稼ごうと思ったけど、さほど時間を稼げなかった。うん、カスタお前さ、こっからこう行けば入れないか。ごめんなごめんな、無茶したわ俺が、ごめん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 、緊張した。ちょっといい、村人大作戦一旦中止しよう。屋根の修復、じゃがいも伸びるまでね、あのね、じゃがいも伸びるまではあのあれがあるから、じゃがいも伸びる頃にはね、小麦も満タンになってるから、64個ぐらいすぐ集まるから、一旦ここを置いていいかな。せめてここを全部敷き詰めておきたい。岩肌が見えるのがちょっとね、作ってる途中感が半端なくていい。なんか見るたんびにうんってなって違和感があったんでね、こうしてっと
もちろん村人大作戦の方もやりますけど、それはね今のところジャガイモ待ちという状況なので、うん、ちょうど時間も来たんだね。時間も来て若干お酒も回ってきた頃なんでね、うん、何を言い出すかわからない時間だ、うん、怖い。というわけで、うん、時間ちょうど30分来たのでね、終わりにしたいと思うんでね、まずこの屋根を普通の三角に戻して、そっちも三角に戻すと。でこれの向きを変える、向きを変えていく。向きを変えるんだったら高さは別に高くなっても違和感はそんなないかもしれないけど、この高さでそのまま向き変えたいと思います。でここ普通に赤い羊毛だけで作ってほしいと。明石山名も作らずにね、うん、もうシンプルに作っていきたいでしょうね、多分量の。でこの屋根がね作り終わる頃には多分こちらサイドのあのジャガイモさんたちが、おっと、ジャガイモがね、あれが伸び終わればね、56個溜まると思うんで、人参もね、ここに42個あるんで、あっちにも人参入ってるから、それも踏まえれば人参は余裕でクリア、ジャガイモはギリギリクリア、小麦も大量に多分伸びてくると思うので、屋根が完成し次第、また、村人ハート大作戦、村人ハート大作戦の方をやっていきたいと思います。あまり気が進まなくなってきたり、いや中をね、ラブラブなカップルたちを大量生産していくというこの作業、まあそれを見て幸せになるっていう、そう、うん、ポジティブに考えよう。もうそう、ひねくれた考え方をやめよう。あんなやつら、あんなやつらっていう、そういう羨ましいやつらだぜっていう、そういうのやめよう。あ、幸せになってよかったですねって、そう、そう、うん。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントある方、下のコメント欄もしくは ASK.FM の方までよろしくお願いいたします。以上、赤ですけどもがお送りいたしました。バンネ、ね。